みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回は装飾品のクエスト鳴る神をソロでおすすめ5分周回をご紹介します。過去に出した動画から装備も増え、周回方法をもっと簡単にできないかと思い、いろいろ試して快適に周回できたのでご紹介します。スタートキャンプは8番を選択します。クエストが開始したら怪力の種粉塵を使用します。スリンガー弾を回収したら天身の装備を準備し、モンスターのエリアに向かいます。神王画を発見したら天身の装備を使用し、ぶっ飛ばしを行います。方向転換の回数は何回でも大丈夫です。ぶっ飛ばし後、流撃弾、拡散弾、鉄鋼榴弾の順に撃っていきます。神王画は起き上がりの方向でハンターから見て奥側に飛びます。拡散弾で技物が発動している場合には遠目に撃つのがおすすめです。その後は鉄鋼榴弾が切れるまでひたすら攻撃していきます。他の大型モンスターがいる場合には鉄鋼榴弾ではなく拡散弾で撃つのもおすすめです。最初のスタンから少しすると帯電状態が解除され、攻撃が当てやすくなります。落石エリアスタートの場合には右のキャンプにファストトラベルがおすすめです。スリンガー弾を地面に連発すると神王画を誘導できるので、落石を当ててから流撃弾を撃っていきます。スタートエリアはどこから始まってもやり方は同じです。こちらも流撃弾、拡散弾、鉄鋼榴弾の順です。起き上がり後、神王画は後ろに飛びます。技物が発動した3発目の拡散弾は当たらないため、かなり奥側に撃つようにしましょう。ダウン中はスタンチはたまりませんが、なるべく頭周辺に鉄鋼榴弾を撃つように意識をしてみてください。その後は鉄鋼榴弾がなくなる、もしくは超帯電状態になったら睡眠弾を撃っていきます。睡眠弾レベル2を3発で睡眠状態になります。睡眠弾のタイミングまでしばらくご覧ください。弾の調合と装填をすべて済ませます。スリンガー弾を回収し、オータル爆弾 G をセットします。不動の装備を使用後、流撃弾で起爆し、怒り状態に移行していなければぶっ飛ばしを狙います。鉄鋼榴弾が切れるまで同じことを繰り返します。小型モンスターが多い場合には地面に打つか高い部分を狙うようにすると損しません。大型モンスター同士の場合には気にせず頭を狙っていきます。睡眠後のぶっ飛ばしは無理に狙う必要はないので、逃走阻止用に閃光弾もおすすめです。鉄鋼榴弾が切れたら捕獲できる体力の目安になります。弾の残数に注目しながらご覧ください。
交流弾がなくなったのを確認したら捕獲をしてみます。足りなければ流撃弾を撃ちます。今回のパターンはスムーズに捕獲することができ、タイムは4分51秒でした。巣に行ったとしても6分以内に捕獲できると思います。参考として他のクリア状況もご紹介します。左下はかなり下りました。最も早いのは左上の4分27秒、最も遅いのが左下の5分39秒です。最初は慣れが必要ではありますが、難しい操作自体は少なく、弾の入れ替えが発生する1分ぐらいだと思います。ショートカット調合はトレーニングルームなどで練習しておきましょう。装備は2種類紹介します。各自の装飾品の所持数で組みやすい方を選んでみてください。武器は月光ラジャンのヘビーボーガンです。カスタム強化は回復を1つ、ボーガンのカスタマイズは反動4のシールド1です。防具の組み合わせは頭を月光ラジャンで、残りがたけりブラキです。別の動画でも紹介していますが、このクエストでは幸運や強運などは採用しなくても大丈夫です。ジンオーガの方向は小なので耳栓レベル3にしています。少しレアな装飾品ですが持続銃3を採用しています。フルチャージはダメージに少しムラが出るので今回は採用せず、挑戦者とバフ2種プラス猫飯でほぼ上限となります。そしてクエストのクリア時間が5分前後なので、持続銃でバフ効果が大体持ちます。バフを使うのが面倒という方は KO を2つ外し、そこにフルチャージを採用しても大丈夫です。ガード性能はいろいろ試しましたが、この装備の場合は1で問題ありません。あとは技物の5席で完成です。2つ目の装備紹介はゾラ構成です。こちらは挑戦者がないのでバフとフルチャージの構成です。冒頭の4分51秒で討伐した際の装備はこちらになります。ブラキ構成が作れる方は極力そちらを作る方がおすすめです。使用しているアイテムセットはこちらです。攻撃用のバフセット、こちらはアイテムの入れ替えを少なくするため1つずつにしています。捕獲用の罠セット、落とし穴の調合分は必ず持っていきましょう。罠を仕掛けたのにモンスターが移動した場合には必ず罠を破壊してから移動するようにしてください。あとは爆弾と閃光弾です。飛躍は使うことがないので所持していませんが、慣れるまでは持ち込みましょう。ボーガンの弾は鉄鋼榴弾と拡散弾のレベル1とレベル3、睡眠弾のレベル2、捕獲用の麻酔弾、流撃弾です。アイテムとボーガンの弾の並び替えは事前にしておきましょう。特にボーガンに慣れていない方は弾の順番を流撃弾、拡散弾、鉄鋼榴弾にすると操作の負担が少なくなります。以上が周回方法と装備になります。ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。